お世話になっております、マサルです。今回の動画は完全に試験対策の動画です。 CCNA の試験でよく見かける IP アドレスの問題を取り上げるので、一緒に問題を解いてみましょう。 CCNA では必ず IP アドレスを問う問題が出てきます。 IP アドレスの問題は練習すれば必ず正解できるようになります。必ず出る問題で、練習すれば必ず正解できる、ここを手厚く勉強しない手はありませんよね。 IP アドレスの問題は絶対正解して手堅く得点できるようにしておきましょう。それでは始めていきましょう。第1問、プライベート IP アドレスの範囲を答えてください。少し時間を置きますので考えてみてください。この中から3つ選んでくださいね。それでは答えの発表です。答えはこの3つですね。それぞれ解説していきます。プライベート IP アドレスの範囲は実務でも必要になる知識なので必ず覚えておきましょう。クラス A とクラス C は特徴的なので覚えやすいですよね。クラス A のプライベート IP アドレスは10点から始まる IP アドレス、クラス C は 192.168 から始まる IP アドレスです。ちなみにクラス C のプライベート IP アドレスを1区に1ロッパと覚える人や1区にイロハと覚える人がいます。語呂がいいのでとても覚えやすいですよね。私的には1ロッパという響きが好きで1区に1ロッパと覚えています。問題はクラス B ですよね。クラス B は少し覚えにくいです。とても個人的な覚え方なんですが、私には市川くんという友達がいて、あだ名がイッチーでした。イッチーは控えめな性格でいつも声が小さかったので、そんなイッチーを想像して私はイッチー何 ?16 歳で覚えてました。イッチー何 ?16 歳ですね。私のように無理やり語呂を作って覚えるのもいいと思うんですが、せっかくなのでしっかりネットワークエンジニアとして二進数でクラス B を捉えてプライベート IP アドレスを理解してみたいと思います。なぜクラス B のプライベート IP アドレスは 172.16 から 172.31 になるのか、二進数で捉えてみたいと思います。172.16 という初めは決まりの問題なので暗記するしかないのですが、なぜ31までなのかは二進数で理解することができます。結論から言うと、クラス B のプライベート IP アドレスはスラッシュ12です。スラッシュ12ということは第2オクテットに注目して4ビットで表現できる最小値が16、最大値が31になるので16から31ということになるんですね。もっと具体的にお話しすると、172.16.0.0 という二進数の並びはこのような並びになります。スラッシュ12なので先頭から12ビットがネットワーク部、その後ろホスト部です。わかりやすく8ビットで区切ります。今回はスラッシュ12なので第2オクテットの中でネットワーク部とホスト部が分かれています。 IP アドレスの範囲はホスト部が全部0のところから全部1になるところまでです。このうち第2オクテットに注目してみましょう。最小の値が16、最大の値が31になっています。このようにクラス B がどこで区切れているかというところまで理解すると、172.16 から始まった時には最大値が31なんだなと理解することができます。語呂で覚えるのも試験対策としてはいいのですが、二進数で捉えて本質的にも理解できるようにしておきたいですね。それでは次の問題いってみましょう。第2問、クラス C のアドレスはサブネットマスク 255-255-255-192 を使うといくつのサブネットワークに分けることができますか？少し時間を置きます。それでは正解発表します。正解は4つですね。解説していきます。まずこの 255-255-255-192 を二進数にしてみたいと思います。サブネットマスクは1がネットワーク部、0がホスト部を表しています。わかりやすく8ビットずつ区切っておきましょう。今回は第4オクテットが192なので第4オクテットに注目します。第4オクテットのこの2ビット分がネットワーク部として使われます。2ビットの組み合わせということは 2×2 で4つということです。具体的には2ビットが0の0のネットワーク、2ビットが01の64のネットワーク、2ビットが10の128のネットワーク、2ビットが11の192のネットワーク、この4つのネットワークに分けられます。そしてこの4つのネットワークの中にそれぞれ残りの6ビットで表現することができる64個ずつの IP アドレスが存在することになります。本来クラス C は256個の IP アドレスを持っています。
その256個の IP アドレスを4つのグループに分けたので、256÷4 で64個ずつの IP アドレスを持っていると考えることもできますね。ここで補足ですが、 IP アドレスの数イコールホストに割り当てられる IP アドレスの数ではないよという話をしておきたいと思います。例えばクラス C のアドレスをスラッシュ30で分けた場合のホストに割り当てられる IP アドレスの数を考えてみます。スラッシュ30ということなので残りの2ビットがホスト部です。ホスト部2ビットの組み合わせは 2×2 で4です。存在する IP アドレスは4種類なんですが、各ネットワークにはホスト部が全て0になるネットワークアドレスと、ホスト部が全て1になるブロードキャストアドレスがあります。この2つはホストに割り当てることができません。ホストに割り当てることができる IP アドレスは残りの2つです。問題文をよく読んで、ホストに割り当てられる IP アドレスの数を求められている場合は、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスの2つ分引いた数になるので注意しておきましょう。それでは次の問題チャレンジしてみてください。第3問、 192.168.118.30 スラッシュ29のホストが属するネットワークのネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを答えなさい。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。答えはネットワークアドレスが末尾24、ブロードキャストアドレスが末尾31です。解説していきます。まずは 192.168.118.30 を2進数にしてみます。ちなみに私は解説の都合上すべて2進数に変換していますが、今回の問題の場合であれば大切なのはこの第4オクテットだけです。なので皆さんは試験で第4オクテットだけを10進数から2進数に変換してあげてくださいね。今回はスラッシュ29なので前半29ビットがネットワーク部、後半の3ビットがホスト部です。このネットワークに存在する IP アドレスの範囲を考えていきます。 IP アドレスの範囲はホスト部が全て0のところからホスト部が全て1になるところまでです。この場合の第4オクテットをそれぞれ10進数に変換してみると、最初が24、一番最後が31ということになります。ホスト部が全て0の場合がネットワークアドレス、ホスト部が全て1になるところがブロードキャストアドレスです。それでは今回は一緒に IP アドレスの問題を解いていきました。最後に学習内容を復習しておきましょう。まずは第1問でプライベート IP アドレスの問題にチャレンジしました。プライベート IP アドレスは必ず覚えておきましょう。クラス A は10から始まるので覚えやすいですね。クラス B は16歳で覚えてもいいですし、余裕のある方は2進数でもしっかり理解できるようにしておきましょう。クラス C は19216波ですね。第2問ではサブネットマスクを見てもらって、いくつのネットワークに分けることができるか考えてみてもらいました。255255255192の場合は第4オクテットの2ビットをネットワークとして使うことができます。この2ビットで表現できるネットワークは 2×2 で4つのネットワークということですね。サブネットマスクの問題はどこでネットワーク部とホスト部が区切れているのかしっかり理解できるようにしておきましょう。補足事項として IP アドレスの数イコールホストに割り当てられる IP アドレスの数ではないという話をしました。問題文を見てホストに割り当てることができる IP アドレスの数を求められている場合は、ホスト部が全て0のネットワークアドレスとホスト部が全て1になるブロードキャストアドレス、この2つを除外して IP アドレスの数を求めるようにしましょう。問題文必ずしっかり読むようにしましょうね。3問目では特定のホストが属するネットワークのネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを答えてもらいました。この問題もサブネットマスクがどこで区切れているのかしっかり理解して、ホスト部が全て0になったところがネットワークアドレス、ホスト部が全て1になったところがブロードキャストアドレスです。落ち着いてネットワーク部とホスト部がどこで区切れているか判断できるようにしましょう。今回は IP アドレスの問題を一緒に解いていきました。IP アドレスの問題は必ず出るので、しっかり練習して正解できるようにしておきましょう。慣れるまで大変だと思いますが、頑張って練習してしっかり正解して確実に得点できるようにしておきましょう。それでは今回の動画は以上です。今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。